今回は和そばのペペロンチーノを作ります。インダクションレンジに大フライパンをセットしてマニュアル8で加熱します。底面に広げるようにオリーブオイルを入れます。ニンニクと鷹の爪、薄くスライスカットしたレンコンを入れます。蓋を閉めて加熱します。オリーブオイルがなじむように混ぜ合わせて和そばを2玉入れていきます。麺がほぐれるように混ぜ合わせて白だし1周ほど入れます。水菜をお好みの量入れていきます。蓋を閉め、水菜がしんなりしたら混ぜ合わせて黒胡椒をかけると完成です。ぜひ作ってみてくださいね。